リバプール、ルートンに先制されるも怒涛の得点で逆転勝利。リバプール結局逆転してるじゃん。やっぱ強い。前半はどうなることかと思ったけど後半はいつものリバプールになってよかった。毎回後半大量得点してね。怪我人の多さを言い訳にしないリバプールの強さすごい。これで怪我人戻ったらとんでもない強さになるな。怪我人これだけいてまだ強いんだから選手層の厚さは随一。遠藤がマジで良すぎるけん。遠藤渡る今日2つアシスト損してる。遠藤、毎回フルタイム酷使でかわいそう。遠藤からマカリスターへ縦パスが入るシーンがいくつかあって、関係性がとてもいい。クロップは遠藤のこと大工、サラーナミの超人だと思ってないかこれ。